自分クイズまこさん編。じゃあ私が初めて付き合った人と初めてキスをするときに見ていた DVD は何でしょう。1、魔女の宅急便。2、隣のトトロ。3、ラピュタ。さて、どれでしょう。魔女宅。魔女宅じゃないかな。キッキッキロティアンの。違うかな。さて何でしょう。さて何でしょう。じゃあみんなの答えを言っていい？はい。ラブクラフトガール。あららららららら。うまい。そうなんですよ。そんな DVD が発売中。いやそうじゃなくて、まあそれもいいんですけど。プレゼントですからね。はい。いいですか。ということでどれだと思う？みんなも教えてよ。1は魔女の宅急便。これ難しいよ。2が隣のトトロ。3ラピュタ。これでも年代もわかるじゃん。なんとなく。まあでも全部好き、ね、全部一緒。全部同じぐらいのやつだもんね。いい問題でしょ。1番でいきます。魔女宅。魔女宅。うん、みんなは、失楽園とか。失楽園。失楽園よかったよね。7人の侍。そうだよね。キスしそうな気がするよね、はい。そうですね。じゃあ私の答え言います。はい。答えは、2番隣のトトロ。雰囲気なくない？隣のトトロって中止したの？いやもう私がトトロが好きだからっていう風な話をしたらそれを見ようよって言われて見たって感じ。そういうことか。そんな若かりし頃がありました、ね、それ結構前ですよね。もうだいぶ全然前です10代です。10代当たった。だって、はい、あの当たった方こっちも当ててみてはいかがでしょう。なるほどね。登録登録ニコ生ラブリサーチ見ると恋にいいことあるかもね。登録登録ニコ生ラブリサーチ